やっと行ったか。 何、何なの、こんなので騙されちゃうわけ。考えろ、頭なさすぎだろ。ちった疑ってな。あれか、よっぽど裏切られたくないとか。アホだね。そうで切り合って何ぼなのにね。さて、じゃあ俺様もあとを追いますか。伊達政宗に石田三成、二人まとめて処刑だ。 家康、一体何が貴様らを狂わせた。豊臣で過ごした日々の何がいけなかったんだ。いや、まだそうと決まってはいない。左近の裏切りをこの目に刻んだわけではないのだから。信じるものか。近きの離別などもう受け入れるものか。遅れるな。 わお、石田じゃねえか。何の用だか知らねえが、来たからにはただじゃ返さず。よく来たな、ガスピー。伊達、ここに私の配下が来ていると聞いた。織田が先兵、柴田とやらと共にだ。 はいか。ああ、勝家があったっていうギャンブラーが。あいにくだが、ここには影も形もねえぜ。まあ勝家に粉かけてんのは事実だな。あんたんとこの部下は知らねえな。お門違いだ。全てはあの男の妄言か。ならば左近、いや、 やっぱり家康のもとに。あとは任せたぜ。マグナス。やってるやってる。 筆頭たち相手にせいぜい決まりな。そいつは楽には倒せねえぜ。目を見りゃ両損だろ。ほらほら、ぐずってねえでさっさと射程になりな。伊達の名に恥じねえ戦いっぷりだったぜ。本当によ、竜王の名をバカにすんな。筆頭はマジなんだよ。 承知っす。土下座させてください。竜王の世ができるなら、わしがくたばる前がよいが。くだらん。こいつもかぞ。 どこにもない。井の中の竜とでも思ったか。慌てるんじゃねえ。生き残るやつは生き残る。
サブ俺を見にくいと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。一度目、かつて政宗様は小田原でてめえに敗れた。口縄ごときが恐れ多くも秀吉様に挑むからだ。二度目、政宗様が見事に追い払った。ここ奥州にまで手を伸ばしてきたてめえら豊臣をな。名らしき敗戦の記憶、秀吉様を落胆させた私の未熟を掘り返すのか。三度、これは戯れか。あるいはこの男を真田のごとく扱われるおつもりか。この剣先を鈍らせる者、迷いか。いかに仕込みを巡らせようとその心まで覆えるものか。右目の刃、速球を詰め、鋭いのはどちらだろうな。乱世の塵にまみれようとその魂は歪みなくか。久しぶりだな、特服屋で行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。あんたは秀吉だけの男だと思ってたけど、なかなかどうしていい顔もできるじゃねえか。何よりも部下を案じていただろう。あんた忠義だの恨みだのそういったもんを放ってまでもだ。見つけた。認めろよ。あんた知ってんだろ、春から明日に目を向けよ。まばゆい生き方ってやつをな。もらった。指示に逆らし私を救え。言うのマナコはごまかせねえぜ。下がれ。蛇にも劣る鱗風情が。なんでお前ら慌てないんだよ。奇襲受けてんだろ。黙ってかられるところだろ。そうか、全ては私を騙し打つためだ。私は憎む貴様を。一時でも耳傾けた私を。いいじゃねえか、ワイルドで。あんた認めつまえば楽になるだろ。キャンプラーの主石田三成、楽しもうじゃねえか。どっちがより導けるかをな。ワンドが覚えてろよ、急かすとも。その明るい晩に。あんたとも長くなりそうだ、この月をみてえにな。ざれごと。死ねえ。邪魔だ。今日そがれた。
今は左近を連れ戻すのが先決だ。へっ、そうかい。んじゃまあ俺も勝家の様子でも見に行くかね。これで一勝一敗、一分けだ。鉄火に興じる暇があれば少しは私を手伝え。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。